こんばんは、タスクです。今回は e スポーツタイガーの新作マウスパッド2種類が届いたので簡易的なレビューをしていきたいと思います。 e スポーツタイガーポイン、海外の方がアーティザンライデンに似てると言っていて、ライデンをメインに使用している僕はライデンソフトを期待してウッキウキで到着を待っていました。似てるか似てないかで言うと似てます。ただ滑走速度は同じではないです。表面のシルキーさ、摩擦力、触っただけでも似てるとわかります。ただポインの方が表面は硬くザラつきません。速度ではなく操作感という面ではライデンミッドに近いかなと思います。まずパッケージの品質がめっちゃいいです。高級感あって硬くて耐久性ありそうです。似ているマウスパッドとしてラムズエネルゴン、アーティザンライデン、厚さが4ミリで沈み込むのでライデン X ソフトと比較されるんですけど、沈み込みが浅くて反発力もあるのでラムズエネルゴンよりもスポンジは硬いです。滑走速度はライデン X ソフトやエネルゴンより遅く摩擦も感じます。ちなみにエネルゴンは静電気が発生しやすいです。これら3つともステッチより滑走面の方が高いので非常にハイレベルです。冒頭で触れたように僕はライデンを好んで使用しており、摩耗耐性の低さ、2ヶ月半持たないことを知っているので、このポインがどのくらい持つのか注目してます。ラムズエネルゴンは使い込んではないんですけど摩耗に弱いと聞きます。比較している3種はどれも高品質なのでクオリティ面で差はつけれないです。この3つは実際似てるので今後も比較対象として語られ続けると思います。僕としてはここにゲームセンスライダーが入ってくるかどうかも注目してます。続きまして沈水3、ちょっとクオリティエグすぎですね。フラットパッケージで丁寧に梱包されてます。厚さ6ミリでステッチ加工されているのは初めて見ました。ステッチより滑走面が高いのが当たり前になってきてますね。ゴム臭は強め、表面はザラつかず滑らかです。滑走速度はバランス相当で、操作感は沈水2にとても似てます。品質は完全上位互換と言ってもいいんじゃないでしょうか。少しクッション性が上がったかなって感じです。沈水1を愛用していた時期があるので僕はめっちゃ好みですし、万人受けしやすい操作感だと思います。話は変わりますけど、沈水2プロプラスっていう新作もすでに発表済みで、ハイコントロール系の沈水2プロを改良したモデルですね。こちらも6ミリ厚のステッチ加工ありということで結構気になってます。表面に差はないと思いますけど、フラットパッケージで底面も改良されてます。底面のアクリルラバーは柔らかくてクッション性があるらしく、既存の沈水2プロはミッド寄りのソフトくらいだったので操作感がどう変わるのか注目してます。最初の使用感などはツイッターに更新してるので、届いた時はそっちでつぶやくと思います。ということで今回はすごく簡単でしたけど e スポーツタイガーの新作マウスパッドポインと沈水3をレビューしました。最近の e スポーツタイガーの製品クオリティ半端ないですね。品質がめちゃめちゃいいのがもう箱を開けた瞬間に分かってしまう。特にポインは今も使い続けていて、やっぱこれいいなと思ったら単体としてちゃんとレビュー動画を出したいなと思ってます。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。